古藤久典は、日本の通産官僚。経済産業省中小企業庁中,中小企業取引研究官。経済産業省省務、情報政策局博覧会企画調整官、中小企業庁経営支援部商業課長、防衛省経理装備局システム装備課長、経済産業省、貿易経済協力局貿易管理部安全保障、貿易管理課長、 独立行政法人日本貿易振興機構展示、事業部博覧会、障害担当審議役、2015年ミラノ国際、博覧会に対する陳列区域日本政府、代表などを歴任した。東京学芸、大学教育学部附属高等学校卒、1986年、東京大学経済学部卒、国家公務員試験に合格し、通商産業省に入省した。 同期入賞に、岸博之、東松、健造、鈴木博、中尾康久などがいる。2001年の中央省庁再編にて、通称産業省が経済産業省に再編されると、引き続き経済産業省に勤務する。経済産業省では、2006年5月から同年7月まで、本省の商務情報政策局にて、博覧会推進室の室長に併任され、 同年7月から2007年7月まで外局である中小企業庁の経営支援部にて商業課の課長を務めた。また、防衛省に出向した際には経理装備局システム装備課の課長を務めた。その後、本省に戻り、貿易経済協力局の貿易管理部にて安全保障貿易管理課の課長剣道課特定技術交流管理室長などを務めた。 課長在任中は、日本安全保障貿易学会の研究大会において、専門である安全保障と貿易管理に関する講演を行っている。その後、独立行政法人日本貿易振興機構に出向し、展示事業部にて、博覧会、障害担当審議役に就任した。折しも、イタリアのロンバルディア州ミラノ県ミラノ市にて、2015年より、 ミラの国際博覧会が開催されることになった。それに伴い、2012年3月27日の閣議領会により、農林水産省と経済産業省が幹事省、国土交通省が副幹事省を務め、日本貿易振興機構を参加機関として日本が公式参加することが決定された。それに伴い、内閣から二千十五年ミラの国際博覧会に、 対する陳列区域日本政府代表に任命され、ミラノ国際博覧会における日本館の出展準備を指揮していた。2013年7月には、経済産業大臣政務官の平正明と共に、中日イタリア大使館で開催されたミラノ国際博覧会参加契約調印式に臨んだ。日本中札イタリア特命全権大使のドメニコジョルジらと会談した後、 ミラノ国際博覧会の代表を務めるジュゼッペ・サーラと参加契約書を取り交わした。調印式では、イタリアのスローフードに通じる栄養バランスが整った日本食文化の特徴を世界に広めたいとの決意を語るなど、この博覧会を通じて日本の食文化の普及を図ろうと意欲を示していた。しかし、自身のブログでの言動が問題視され、 同年9月25日付で出向を解かれ、内閣から2015年ミラノ国際博覧会に対する陳列区域日本政府代表を解任された。翌日付で、茂テギト経済産業大臣から定職2ヶ月の懲戒処分を下されるとともに、本省の大臣官房付となった。2017年8月現在経済。 産業省中小企業庁事業環境部中小企業取引研究官ありがとうございます。